まあ、最近ハイエースって金額がすごい上がってきてるっていうところがあると思いますね。ジュアルエコでカスタムしたハイエース版デラックスですねの、グレードをご紹介させていただいて、デラックスなのにスーパー GL のシートが装備されているっていうところ、はい、結構デラックスのシートって、まあ、ちょっと評判が悪かったりとか、あの商用車向けで使いづらかったりとか。はい、皆さんこんにちは。ジュアレートオブテンの山川です。こんにちは。こんにちは。今回はですね、まあ、何の動画を配信していくかといいますと、この動画を、まあ、見てくださっている方、まあ、すでにハイエースに乗っていたりとか、まあ、これから購入しようかなと考えている方が多いと思うんですけども、その中でも、まあ、これから購入しようかなと考えている方ですねに向けて、まあ、最近ハイエースって金額がすごい上がってきてるっていうところがあると思いませんか。はい、そうですね、はい、で中古車なのに、まあ、新車とあんま変わらないねっていうところ、あると思うんですね、はい、で、実際に弊社の方にご来店いただいたお客様の中でも、その値段がまあ高いという理由で中古のハイエースの購入を諦めてしまったりとか、または中古でこの値段であれば新車いけるなって思う方も多くいらっしゃると思います、はい、そんな中で、まあ、ご存知の方も多いんですけども、ハイエースの中には、比較的、安価に購入できるハイエース版のデラックスですね、はいはい、まあ、今回ご用意したんですけども、はい、そのデラックスというグレードに、関するところなんですけども、ハイエースの中でも、まあ、一番最も比較的抑えられた価格帯のグレードになってまして、はい、コストパフォーマンスを重視していて、まあ、その分設計されていて商用利用として人気を、まあ、得ている車両になります、はいはい、でただ、まあ、コストパフォーマンスを重視している分ですね、まあ、特に内装なんですけども、はい、まあ、ちょっと質素だったりとか、あと装備面が少なかったりとか、うん、あとは、まあ、ザ・商用車のようなイメージを持つ方が多い、まあ、グレードでもあるんですね。そうですね、はい、ただ逆に言いますと、たくさんある中のハイエースのパーツ次第では、まあ、印象を変えやすいグレードという、まあ、見方もあるかなと思います、はい、でそこで今回はですね、 JR8 でカスタムしたハイエース版デラックスですねの、グレードをご紹介させていただいて、はい、でデラックスの設定面であったりとか、あとは車内空間が実際どのような感じかっていうのを紹介していきます。またその安価なハイエースのグレードということで、まあ、実際人によって何かなって思われる方もいるかもしれませんけども、はい、まあ、実際動画を見ていただいて、なんだ少しデラックスって思ってたよりいいじゃんと、はい、感じていただければ幸いかなと思います。はい、はい、なのでぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。はい、本編に入る前にお知らせになるんですけども、はい、JR8 のオンラインショップの公式 LINE を現在配信しています、はい、で各種商品の紹介動画であったりとか、新商品の最新情報ですねというものを発信しています、はい、でまたこの商品のここってどうなのっていう細かいところですね、うん、っていうところもご質問いただければ直接 LINE の方で確認いただくことができますので、まあ、ぜひ活用していただければと思います。はい、はい、で動画説明欄にもその URL ございますので、ぜひそこから友達登録お待ちしております。お待ちしております、はい、お願いいたします。お願いします。はい、それでは早速本編に入るんですけども、はい、まずは今回紹介する車両の詳細ですね、概要について紹介していきます、はいはい、まずこちらハイエース版のロングデラックス、年式が、2017年の 7.4 万キロ、そして3リッターのディーゼルの四駆のお車となってます、はい、でボディカラーがホワイトですね、うん、パールではないホワイト、はい、で乗車定員が5名という車両になっています、はいはい、で弊社の評価点ですね、まあ、内装外装今回4点というところで、まあ、こちらも車両の外装と内装を順に紹介していきます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、まずは外装から紹介していくんですけども、はい、まず前から行きましょうかね。フロントなんですけども、まず今回フロントスポイラーがついている状態なんですけども、はい、補足として今回GL パッケージというグレードになるんですけども、はい、デラックスの外装がスーパー GL 相当の形になっていますので、はい、まあ、分かりやすいところでいくと、グリルですね、グリル、グリルもメッキになってます、
ドアミラーであったりとか、うん、ドアミラー、はいはい、とあとごめんなさい、ドアノブも実はメッキに変わってますので、うん、はい、訂正です。デラックスの GL パッケージではドアミラー、ドアノブはメッキではありません。前オーナーさんのカスタムになります。まあ、これがデラあの GL パッケージの特徴的なところですね。はい、はい、あとはボディ、バンパーの色ですね。これホワイトで同色なんですけども、はい、本来 GL パッケージではないと閉じていて黒色の、はい、ものになりますので、まあ、そこも一つ違いとしてありますのでお願いいたします。はい、で、早速フロントなんですけども、まず車外のフロントスポイラーがついていまして、はい、そしてフォグランプ、フォグランプですね、うん、このユニットなんですけども、実はデラックスだと本来オプションなんですね。そうですね、はい、なので今回はオプションとしてしっかりついてる車両になります。はい、はい、でフロントは、まあ、ここの部分がついてるっていうところで次にサイド、はい、行くんですけども、まあ、まず上の方からもうドアバイザーですね。ドアバイザー、はい、純正のドアバイザーがついているのと、タイヤですね、16インチのホイール、うん、バローネさんですね、ホイールがついていて、東洋 H30、はい、のタイヤが装備されてます。はい、はい、そしてあとは、まあ、後ろ内装なんですけどスモークフィルムが貼ってあって黒かったりとか、はい、っていうところで、まあ、比較的シンプルに装備されてます。はい、そしてリアですね。はい、はい、はい、リアですね、ノーマルです。ノーマルです、はい、特にテールなども変わっていなかったりとか、もう本当にノーマル。ただ1点リアミラー外して、ホールカバーで隠されているような形になりますので、はい、まあ、そこのカスタムがされているところぐらいですね。そうですね、はい、なので外装は、まあ、比較的シンプルになっていますので、次は内装を続けて紹介していきます。よろしくお願いします。はい、はい、では早速内装なんですけども、はい、こうパッと見ていただいて、なんかおかしな点って津田さん気づきますか？デラックスなのに真ん中がシートじゃないですよね。はい、あ、ここですね、はい、そうですね、正解なんですけども、はい、実はこの車両を今回なぜ紹介するかと言いますと、はい、デラックスなのにスーパー GL のシートが装備されているというところ、うん、はい、これはリアのシートも後ほど紹介するんですけども、はい、結構デラックスのシートって、まあ、ちょっと評判が悪かったりとか、はいはい、商用車向けで使いづらかったりとかっていうところが声が上がるんですけども、はい、今回はスーパー GL に変わっていますので、うん、まあ、そこに少し手を加えたような車両になります。はい、はい、でまずは内装を紹介していくんですけども、まずじゃあこの運転席のハンドル、ハンドル、はい、ステアリングが今回車外のこういうガングリップといって、うん、ちょっと握りやすい形状のものに変わってます。はい、はい、っていうところと、あとは車外のパナソニック製のナビがついていたりとか、はい、オプションのダブルエアバッグですね、ここ、うん、もついてますと。はい、はい、でデラックスグレードになると、エアコン関係は全てマニュアルになりますので、まあ、ダイヤルを回すような形となります。でメインとなる、まあ、こちらシート側なんですけども、スーパー GL のシートが2席ついてまして、はい、そこに弊社の刺繍入りのシートカバーを取り付けしてます。合わせて本来ここスーパー GL 用のコンソールつけれるんですけども、うん、今回は、フラットコンソールですね、フラットコンソール、はい、のブラックホワイトをつけておりますと、はいはい、すごく広く見えますね。そうですね、フラットなので結構これを使用する方だと降りずに後ろに回ったりとか、あとはペット乗せられる方、うんうんうん、はい、あとはここでいろいろテーブルとしても使えるので、はい、飲食を結構する方とか、まあ、使い方はいろいろあるんですけども、結構人気のある、はい、商品となってます。はい、はい、でシートカバーももちろん1台分後ろもついてるんですけども、はい、まあ、これも刺繍入り入ってますので、結構デラックスのイメージを覆すような見た目にはなりますね。そうですね、はい、すごいスタイリッシュでかっこいいですそうですね、結構パッとドア上げた時におっとなるような、はいはい、しかもシートも違うっていうところですね、うん、はい、はい、あとは、はい、一応足元純正のラバータイプのフラワーマットついてます、はい、でもちろんこれも結構汚れやすい方向けのラバーマットになってるんですけども、はい、弊社も出してる 3D フラワーマット、はい、に置き換えるってことも可能ですので、ぜひそちらもチェックお願いいたします。お願いします、はい、続いてリアですね。
紹介していきます。はい、お願いします。はい、はい、続きましてはリアなんですけども、はい、フロントでちょっと一つお伝え忘れてたんですけども、デラックスはキーレス、いわゆるスマートキーの設定がないので、そうですね、今回もこういった鍵タイプ、鍵タイプ、はい、になりますので、まあ、っていうところと後ろですね、いいですよね、スーパージエルのシートがいいですね、はい、今回前2人の後ろ3人ですねっていう形で計5人乗りになってるんですけども、はい、本来デラックスって何人乗りか分かります？6ですよね。正解です、6ですね、はい、前もあの3人乗れますので、本来であれば乗車定員の変更が必要なんですけども、この車両はもう進んでますので、うん、5人乗るっていう形で問題なく乗れる車両となってます。はい、はい、装備なんですけども、はい、上オプションのクーラーですね、ついております。はい、はい、そしてヒーターもオプションなんですけども、はい、今回はついてないんですね、クーラーだけついてますので、うん、はい、あと後ろ足元同じようにラバーマットついてますので、はい、はい、であとはこのスーパージェルのシートなんですけども、はい、実際デラックスのシートと比べると全然違いますよね。全然違います、はい、なので、まあ、長距離もちろん運転する方もそうですし、普段使いする方もそうなんですけども、結構体への負担も改善されるものになっているので、デラックスをお探しだけどシートちょっと気になるなっていう方は、まあ、こういった仕様もおすすめできるかなと思います。はい、はい、っていうところでしっかりとシートついてますので、はい、じゃあ続いて荷室ですね、はい、紹介していきます。お願いします。はい、はい、では最後荷室ですね、紹介していきます。お願いします。はい、今回は、まあ、ベッドなどは取り付けしていないんですけども、はい、まあ、デラックスの紹介も含めてご案内していくんですけども、はい、まずは天井見ていただくと、スーパー GL だと結構ここまでカバーがついてると思うんですよ ね、 そうですね、はい、で今回クーラーのついている位置ですねまではついてるんですけども、デラックスに関しては後ろは結構薄い状態となります。はい、なおかつボディもむき出し、はい、っていう形になってますので、カスタムもしやすい点はメリットとしてあるんですけども、まあ、デメリットとしては雨の音が気になったりとか、うん、外の音っていうのは結構拾いやすいっていうところですね。はい、はい、そしてパッと見ていただいてなんか違いがあると思いませんか？トリムの色がなんかちょっと違いますよね、うん、そうですね、はい、これ見ていただくと何ていうんですか、フェルト生地のようなものに変わってるんですけども、うん、これですね、本来デラックスってベニヤ板みたいな、うん、あの茶色の板がついてると思うんですけども、はい、今回は、2列目から荷室、そしてこのリアゲートも全部張り替えられてるような状態です。はい、はい、なので、まあ、色を見ていくとすごいシンプルにまとまってる状態、あとは、まあ、木材になっていないので、なんていうんですかね、もう一番は見た目がいいのかなって、はい、思います。そうです、はい、そしてここに合わせてリアのスピーカーが実は増設されてまして、はい、デラックスは本来ないんですけども、今回しっかり付けられているような車両ですので、はい、音のところも改善されているところ一つあります。はい、はい、で、あと下床ですね、これ純正です。純正のカーペットになってますので、はい、まあ、どちらかというとラバータイプなので防水性能であったりとか、あとはちょっとこう滑り止め加工のものになってるので、うん、まあ、これもカスタムしがいがあるかなと思います、はい、はい、でこの車両は、まあ、デラックスがベースになっているんですけども、例えば次ハイエースを購入されるときに車両価格を抑えつつ、ハイエースに乗りたいなっていう方っていう方向けかなと思うんですけども、はい、まあ、理由としてはデラックスなんですけども、スーパージールの内装の装備をしてますよね、はい、はい、シートだったりとか、あとは少し色合いが落ち着いてるというところで、外観に関しては GL パッケージなので、パッと見た時だとスーパージールだなと思うんですね、うん、はい、ですので、はい、まあ、車両価格を抑えつつ合わせて例えば4駆を乗りたいなっていう方はこの車両すごいベストかなと思います。はい、はい、
まあ、GL シートも付いてますし、はい、乗り心地のところも改善されているので非常に快適に乗れるようなカスタムされている車両となります。はい、はい、ただまあ最初からデラックスを購入して同じように仕上げようと思うとやっぱそれなりに費用もかかってしまうので、はい、まあ、そこの点も含めるとこの車両はすごいお値打ちにお乗りいただけるかなと思います。はい、はい、ですので、まあ、以上車両のご案内でした。ありがとうございます。はい、というわけで今回は GR8 でカスタムしたデラックスのグレードのハイエースの紹介をさせていただきました。はい、はい、で実際にちょっとこんがらがってる可能性があるんですけども、はい、ハイエース版のデラックスのグレードはい、ただ GL パッケージなのでパッと見スーパー GL の外装に見えますと。はい、はい、でもちろん中もデラックスのグレードなんですけども、うん、スーパー GL のシートがついてますよとっていう車両になります。はい、はい、ありがとうございます。はい、実際どうですか津田さん見てみて。見た目がスーパー GL で、はい、でも本当はデラックスなのに、うんうんうん、シートもスーパー GL のになっていて、うん、すごい魅力的だなって思いました。そうですね、あと、はい、やっぱデラックスって商用車感強いじゃないですか。強いですね、普通のだと、はい、なんでその商用車感がシート変えることによってなくなっててすごいいいなって思いました、うん、そうですね、いわゆる デラックスのデメリットの部分が、はい、うまくこうカスタムされているような、はい、形の車両となってますので、はいはい、まあ、ぜひおすすめの1台となっております。はい、はい、で今回ご紹介した車両なんですけども、動画の説明欄にグーネットのリンクを貼ってありますのでもし気になる方は見ていただければと思います。はい、はい、でまた GR8 ですね、愛知県に今4店舗ありまして、まあ、今の大府店そして春日井店港店岡崎店ですね、はい、あのございますのでぜひ気になる方は、まあ、お近くの店舗でも大丈夫ですし気になる車両の在庫がある店舗お問い合わせもお待ちしておりますのでお願いいたします。お願いします。はい、そして今回何点かご紹介したパーツですね、はい、含めて GR8 の外内装のオリジナルパーツは公式オンラインショップであったりとかあと楽天市場と Yahoo ショッピングにも今販売しておりますので、はい、ぜひ動画のコメント欄から見ていただければと思います。はい、はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ぜひチャンネル登録高評価お待ちしております。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。